はいはい、街道寺伊藤で、ただいまモンキーフォレスト通り、今日はこれといって目的もなく歩いてます。パンダはカセットショップの横の玩具細い道を入っていこうと。天気もいいので出かけてきました。パサールウブドの公設市場はオープンしたんですが、テナントは入ってないようです。通りのあちこちに散らばった露天商もまだそのままの位置で営業しています。今後散らばった位置はパサールに戻ってくるのでしょうか。そのまま道路でやるのでしょうかね。この店オーナーの友達がこの前帰ってきてデザイナーを連れてきたんですが、そろそろ営業しようかと、開店しようかという感じでした。はい、これじゃらんなんでしたかね、忘れちゃったすごいラメラメで人いっぱいですわ。じゃらんカルティカ、忘れた。すごいよ。そうか、この景色を見ながら開店したパサールを覗いてきますか。私はまだマスクをしてないんですが、マスクをしてるんですが、マスクをしてるとね、喋っているところが気がつかないというのと、私は歩きながら口笛を吹いたり歌うという癖がありますので、マイクしてると歌ったりもできるんですよ。この道、前回ここまでの道を撮ったかな、ビデオで。ここに壁がありました。ここはこんな感じで昔からありまして、でも左側にも店舗があったけど、こういう状態になってますね。この突き当たりのお家はそのままです。こんな感じでございます。ありがとう。こうやってここにも小さいが飾ってあります。これもあります。Thank you。 そう、ここの辺りに布屋さんが並んでたんですが、その一軒がロジャースホームステイのロジャーの妹だったんですが、もうないぞ。どっかに移動しましたかね。よし、せっかくなのでちょっと新しくなった、ここは昔からのまま残ってますね。でも工事中の時には閉まってたかな。このウブドの土地がここに
あ、ここから入ってこれるか。これ変形なので。これ駐車場入り口。ちょっと行ってみるか。多分何もないと思いますが。ね、この状態では入ろうとは思いませんな。これはやる気がないでしょう。はい、お寺は残っています。これ店入ってないの取ってもねしょうがないので、これが埋まるまで何ヶ月かかるでしょうという感じです ね。家賃の問題でと思いますか。ほら、こんな状態。これシャッターがないってことはこういう状態で、こういう状態で店が閉店すると。ここが一番東側です。この市場が残って、この木が残ってるのでまだ少し安心できるという景色ですね。まあ、この閉店の店もまた開くでしょう。ここにあったオープスはこの左にオープンしてますわ。あれ、この奥にもパサールがあったんだ。オープス前回のも紹介したけど、カウンター席がパサールが見えて景色がいいかなと思うんですが、このパサールのこの庭で朝一でも開けばね、雰囲気はできるんですが、まあただの清潔な道となりました。もう今後客が来るような ことも考えるでしょう。そしてこれがインフォメーションボードですが、画像になってます。この空き地を、これをバス、車などで停車、駐車でなくて人を降ろす、乗せるという使い方にすれば渋滞は免れるかな。はい、これが一番表に近いところですが、まだここ行くよりはあちこちに散らばった露店のが雰囲気があって面白いよね。当分露店が、通りにできた露店がなくならない限りここは賑やかにならないでしょう。はい、王宮の景色も後ろから見た王宮の景色。
ところどころにこういうオブジェなのか椅子なのかテーブルなのかあるので、ここで休憩することはできますね。そしてこれが 1,2,3,4,5,6,7 段の階段でちょこっと上がってます。なんとなくイベント広場のような感じがしてます。そしてこの銅像は書いてありませんが、ウブドの王様チョコルドスカワティさんでしょう。4月5日のバチャラオープンの時にはこういう看板が出てました。バチャラムラスパスパトゥン、あ、これは銅像の意識がありましたと。パトゥン、チョコルドグレアグンスカワティ1910年から78年のウブドを統治した王様です。はい、これがウブドの十字路がこういうふうに変わりました。はい、ではこんなところで失礼します。